に引き続き、はい、また、こう奄美メディアステーションの、はい、常田社長から、はい、この奄美についていろいろ教わりたいと思うんですが、奄美の魅力、奄美大島、はい、どんな島だと思われますか？はい、最初甘神かなと思ったら詰まっちゃったね。いいですよ、はい、どんな島か、はい、どんな島ですか、魅力、奄美の魅力ですね。奄美の魅力、よくあの鹿児島でもない沖縄でもないみたいな言われ方をするんですけれども、僕はですね、あのちょっともう試験というか、あの自分なりの意見があって、やっぱり奄美も奄美独特すぎるので、なんかどこに近いっていうふうにまず論じること自体が、あの難しいなって思ってる部分があります、ね、うんうん、生態系にしてもそうですよね。奄美のクロウサギとか奄美にしかいないっていう、だから東洋のガラパゴスって言われてるんです、はい、すごいアイデンティティだと思うんですよね、うん、はい、そうですね、東洋のガラパゴス、それもあのかつて言われてたんですけれども、うん、あのそれは、なんていうのかな、海外になんか僕らがガラパゴスのが有名だから、うん、なんか奄美を表現するときに東洋のガラパゴスって言うと分かりやすいよねっていうことから広がったんだと思うんですけど、ガラパゴスよりも奄美の方が実は先にできてるんですよ、うん、あ、おお、そうなんだ、はい、そういうことですか、はい、ですので、まあ、地元愛嬌心も含めて、いや、ガラパゴスが奄美の後だよっていうふうにちょっと思ってる部分もあってですね。じゃあ逆に西洋の奄美って言わないといけないんだ。そうそうそう。そんなことまではそんなことまではまあ思ってませんけど。あ、でもね、面白いですね。そうですね。うん、はい。そういうことなんですよ。はい、そう。だから後先で言ったら、奄美が先にできたというかね。というふうに思っていただけると、奄美のなんかこうどういうところがいいところですかって言われたら、うん、あの話しやすくなるかなって感じなんですけど、まあ、その世界遺産で、はい、まあ、これからさらに何ていうか、まあ、多くの人が世界中から来られるようになると思うんですけど、はい、まあ、常田さんから見て、はい、そのまあ、ここは見てほしいというのをいくつか教えていただければと思うんですけど、どうですか？絞れない。うわ、マニアックですよ。それ。あ、それがいいですね。それがいいんですか？普通のやつはあの、まあ、どこでも検索できますから。はいはい、初心者用じゃなくて、ない、もうコアなポイント。そこっていう、そういうとこっていうのがあるんですね。わ、ね、かりました。はい、それではできるだけ簡潔に話させていただきたいと思います。はいはい、奄美って実は象徴になるものがそんなにないんです。奄美のクロウサギとかって一生懸命言ってますけども、うんうんうん、例えば屋久杉なんて言うと、はい、ああ屋久杉かって分かりやすいじゃないですか、はい、なんかそういう西洋的な料理で言うとステーキになるようなメインがないんですよ、うん、ちっちゃなものがクロウサギとか奄美ヤマシギとかドリカケスとかちっちゃなものがこういっぱいあって、うん、まあ、いろんなものがあるよっていうんで逆にぼやっとしちゃうんですよ、うん、ありすぎてだ、ありすぎてというか一つ一つがこうちっちゃいというか細かいというか、うん、逆にメインがないというのが奄美の弱点というか、結局何もないよねって、奄美は何もないよっていう方が多いのはここが理由かなと思います。あ、なるほど、まあ、贅沢っちゃ贅沢ですね、はい、ちっちゃいのもないところもありますからね、島ですね、うん、はい、でも観光で押すときに奄美、はい、の魅力を伝えるときに、いや奄美、うん、はどこと比べてもこれが素晴らしいよっていうのを言いづらいという、うん、お、そうですか、はい、なので自然遺産も大変遅れましたよね。うん、そうですね、はい、自然遺産になるのにも 、うん、大変反対意見も、うん、いろんな議論が、うん、あった、うん、のも事実かと思います。うん、そういうのも一緒だ、やっぱ押しにくいというか押しにくい、うん、調べていくと押しにくい、はい、押し祭りがあるとか、はい、僕らはそんなことですぐに、はい、そう勝手に定義するけど、はいはい、でもやっぱり一つ一つ考えてみると小さいわけですね。小さいですね、象徴が小さいですね。外から見てるとそんな感じはしなくて、うん、まあ、その生態系が非常にこう、ね、奄美だけで完結しているエリアがあったり、人のアイデンティティも独特だと思いました。今回初めてお邪魔させてもらって、うん、その奄美大島離島みたいな感覚じゃなくて、うん、独自のやっぱりプライド、だから劣等感でも優越感でもなくて、もう島、その奄美大島っていう、うん、あたかも国で完結しているような、うん、そんなこうなんていうのかな、こう教授みたいなのを感じましたよね。愛嬌心も強いですね、奄美の人は。そう、はい、すごいだからその
こう確固たるプライドみたいなのがあって、うん、それがこう見てて、いや俺たちもその地元愛みたいなのはなくはないけど、うん、ここまでその意識して自分のルーツを意識して生きているかなっていうのは勉強させられましたね、うんうん、島、奄美大島の、うん、を出て、うん、成功者っていうのがたくさんおられるわけですよ。だからでもそれも、まあ郷土愛じゃ郷土愛から来るもので、はい、やっぱりその頑張らなきゃとか、うん、いい加減な風なことを成功とは多分思ってないですね、うんうんうん、だからとことんやっぱ成功してる人たちって、まあ、ある意味大物ですよ、うんね、こう生きるも大変だったところを出ていって、うんうん、一旗もう二旗も上げられる人が多いですもんね、うんうん、いらっしゃいますね、そういう方も、うん、ですね。でやっぱりそのお友達もね、エキゾチックな感じで、うん、まあその DNA っていうとこう琉球以南でもない、うん、で本土以北でもない、うん、その4万年前からのこう、うん、縄文人の生え抜きの DNA が残ってるような勝手なイメージを僕はすごく持ってて、うん、すごいこう血が濃い感じがしますね、うんうんうん、ありがとうございます。僕らは鹿児島市内でしょ、住んでるのが。そうすると、まあ、鹿児島ですかとかっていうと鹿児島人らしいとか、うんうん、そういうふうに言われるわけですよ、うん、でその時に僕らが何て答えるか、いやいや奄美大島の人は違うんですよ、あの人たちが薩摩のこの、ね、薩摩隼人とかっていう時のその特徴、顔の特徴とかっていう時にやっぱ自然とそう言うわけよ、うんうんうん、それは奄美大島の人たちですと、あの人たちを見てくださいと、うん、こう言ってしまうのはやっぱ そういうことからかのかもしれないですね、うん、ね、そう、なんかね、エキゾチックな感じさえ受けましたよね、郷ひろみの歌がぐる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 頭を駆け抜けましたエキゾチックって、エキゾチックジャパンってなるほどね、奄美のことかもしれない、まあ、エキゾチックっていうのはいいですけどね、うん、朝潮太郎みたいで、だから僕からするとあって浮かぶんですよ、朝潮さんのことがね、うん、で、まあ、そういうそのまま眉が太ってがっちりして顎も張って、うんうん、なんかね沖縄の人とも違うんですよ。もう違いますね、うん、やっぱその古くからこう奄美にだけ残ってるものが多分今も残ってるってことですよね。そうですよね。だって、琉球と島津に挟まれて武器を取られて、うん、体だけで応戦するっていうことで独自の、ね、武道も発達してきたっていうようなこともあったりとかして、すごくこう自分たちのアイデンティティを守るっていう、うん、自分たちのそのテリトリーを守るっていうことに対して非常にこう心血を注いでこられた歴史があるんじゃないかなと、うん、いや、あの奄美の人ね、戦わないんですよ、うん、あ、そうなんですか、はい、戦った歴史があるのは徳之島の、うん、一部、はい、そうですか、はい、なんですなんです、集落の名前がついてるアンタム騒動っていうのがあるんですけど、奄美、うん、の人は外から来ると二来家内の信仰というのがあって、うん、益も利益も不利益も含めて受け入れるっていう文化なもんですから、あの戦わないんですよね。野呂神様、あ、ごめんなさい、ユタ神様がですね、その時に、うん、お粥を炊いて、うん、信仰してくる方々に対抗しろと、うん、言ったそうで、なので、都会から来た、あ、信仰者たちにその熱いお粥をぶっかければ熱いから逃げていくだろうっていう風な説もあるんですけれども、うんうん、まあお粥なんでみんな美味しくいただいたっていうお話も残ってるぐらい、まあ、刀を抜いて戦うみたいな、そういうことは、あ、歴史上にはほとんど残ってない。そうですか、はい、すごいですね、それは。あ、全然知らなかった。あの、うん、沖縄とかあの世論とか、うんうん、あの辺に行くとやっぱ戦いの歴史がこう面々と書いてあるんですよね、はいはい、それがないんだ。ないんです。王朝はね、あの琉球王朝はもちろんありますけれども、うんうん、はい、そうすると、でも敵は来たでしょうね、なので受け入れちゃうんです、いろんなものを。なので、戦わないので、支配しやすい、シェアしやすい、はい、支配しやすい民族性というかだったかもしれないですね。とはいえやっぱり荒くれ者もいっぱいいて、あの、なんか統治するのもそれなりに大変だったっていう話ももちろんありますけど、奄美大島の大島だからでかいわけですよね、うん、この
鹿児島、うん、600キロの、うん、あの県の中で、うん、島たくさんあるけど奄美大島がやっぱり一番でかいですよ、うん、ねえ。だからそれ統治っつってもね、うん、大変だったでしょうしね、奄美大島を統治するって。今の常田社長のお話だと全体的には戦わないから漁しやすいような気もするけど、うん、中に荒くれ者がこう、うん、定数いて、うん、そのやつらはコントロールしにくいっていうカオスな感じですよね、うん、しにくい。まあ日本の中でも奴隷制度があった数少ないところなので、奴隷になったとてあまりにも無茶なことを言うとちょっと反撃を食らっちゃうみたいな集落もあったようです。でもそれ聞けばやっぱり日本人の元気ですよやっぱり、ね、うん、本来戦わないですもん日本人全体も、うん、まあ、やっぱそういろんな意味で、うん、原点ですねここはね。ね、食も原点だっていう、うん、ね、学者の人もいるしね、奄美食が本当に日本人の食の原点だっておっしゃるっていうことも聞いたことがあるし、うん、なんか今回初めて遅ればせながら弱い60目前にして奄美大島に初めてお邪魔して、うん、日本のルーツみたいなのをちょっと垣間見させていただいて、うん、そんな気がしますね。もう常田社長から見ると、はい、そのまあ、今言われたような日本のルーツみたいな、はい、うん、ところとか場所とか人とかそんなことがたくさんありますか、そう感じるっていう場面が、はい、ちょっと先ほどの話に戻って奄美、はい、で一番見ていただきたいところってことを先に話させていただくと、はい、あの山に行っていただいて、はい、雨霧が、うん、むせぶ森を見ていただきたいですね、はい、でそこが奄美の全ての源流になっているってことを感じれるようになっていただくと、我々がそこで、人がですね、はい、生きていけた島の在り方っていうのがなんとなく理解できてくると、うん、でそこに命があるのでそこの裾に我々人間が住む、うん、命が芽生えるところを神と呼ぶようになるとか、うん、そこの命が芽生えるからその恩恵で食べ物が、うん、もたらされる、うん、なので感謝の気持ちが生まれるみたいなことがですね今でも、まあ、祭り事とはいえ脈々と残っているのが奄美じゃないかなというふうに思ってます。深いですね。やっぱりその、うん、まあ、僕らだったらそのマングローブを見るとか、まあ、その表面的なね、うんうん、それだけでもすごいわけですけど、うんうん、そのまあ霧や雨やそういうところにの時に森に入って、うん、入っていただきたいですね、奄美を感じると、うん、はい、なかなかですねこれはね素晴らしいですね。小学校の頃土曜日って半ドンだったじゃないですか、うん、で午前中学校が引けて帰ってきたぐらいのタイミングでちょうど奄美のお店とか企業さんだけをコマーシャルする時間があったんですよ、奄美コーナーみたいなのが、お昼のテレビ番組の前にね。でそれでいろいろそのハイビスカスの花だとか、一種こうパッと見子どもの僕には外国じゃないかっていうような風に映って、すごくこう外国異国情緒を感じたのが奄美に対する印象の最初でしたね、うんうん、まあ、異国情緒というか、まあ、そういう感じはありますよね。あの、うんうん、着るものもやっぱり、うん、そのそうほら僕も鹿児島の島もほとんど行ってるんですけど、うん、こう全てが色濃く残ってますよね。あ、これ奄美だとか、そうというものが、そう昔そのほら奄美にレコードのレーベルがあったじゃないですか、そうコマーシャルしてたんですよ。ほう、うん、奄美のハイビスカスの青さが赤さがどうのとかって言って最後に車輪バイレコードって言ってたんですよ。そうそう、で車輪バイって何かなと思って、何ですか車輪バイ。車輪バイはあの大島紬を染める、はい、あの植物のことですね。あ、そうなんだ。定位って奄美であります。定位置木、車輪バイって言うんだ。車輪バイが和名ですね。和名なんだ。車輪バイレコード、車輪バイレコードってあのおばさんのナレーターで言ってましたよ。その車輪バイレコードさんが、うん、これ何をアピールするコマーシャルなのかは分かんなかったです。まあ、音楽もね、うん、まあ、いっぱいミュージシャンも出てますけど、うん、だからその島唄に特化したレーベルさんだったのかもしれませんね。そうかもしれない。昔はだからその楽曲をルーフするって言ったらもうレコードしかなかったわけですから、僕
が小学校の頃はやっとカセットテープが二次的にこう出てきたような感じで、うん、そうですか。話はつきませんけれど、そうですね、はい、奄美大島を舞台にする奄美の手だ車輪バイリコードで終わっちゃったじゃん。ぜひあの頑張って、はい、映画が奄美の手だが大成功するように、はい、まあ、僕らも応援しますけど、はい、ぜひ、社長には先頭に立って頑張っていただきたいと思います。では、どうもありがとうございました。ありがとうございました。Chin-chin-score